学習経験者のリベンジ講学、多数輩出、新全日参加講座。動画の視聴ありがとうございます。私レクセニン講師根本正二申します。私が初級講座を担当しています。こちら新全日参加コースこちらについてもちょっとした紹介をさせてください。こちらどんな受講生がいるかというとまず多くの方は完全な初学者です。法律 債権債務全く知らない方、こういった方が全体の五分の四を占めてます。ですが、五分の一の方は何らかの学習経験のある方がいらっしゃるんです。具体的に言うと、一回勉強はしたんだけど十二分に行かなかった。二回目を全日制にやろうと。また途中まで行ったけど。 ちちょっっとと途中で中で断しちゃったとやり直すんだったら全日制でやろう。また ③、三番1回勉強はした本試験も受けた2年目講座ではなく全日制講座をしようと、はい、なぜこんな選択が起こりえるかこちら3回受験で3回目に全日制講座を受講し受かられた方。 こちらの方の合格体験記、そちらを入れております。インプットの講義数が一番多い。年内にインプットが終わる。使用書士試験、まあ。勉強しているといろんな悩みが起きると思うんです。 1, 1もっと説明を聞きたい勉強始める時って回数が少ない方がいいと思って選ぶんですよでも実際やってみるとえもっとここを聞きたいもっと聞きたいというのが起きるものなんです2復習期間を長く取りたい結局勉強ってどんだけ自分でやるかなんですよねでその期間って長ければ 長いいい方がいいんですよ3過去問が重要だといってもなかなか解いてもわからないまたこれ今本当に解くべきものなのかあとでもいいのかそれもわからない重要なのか細かいかもわからない4どのタイミングでどんなことをやればいいかがわからない。 5いわゆる模試答錬できるだけ早めに受けて自分の位置を確認しながら勉強したい。本当こののやり方でいいのかなもっと別のやり方があるんじゃないかな大雑把ではなく細かいいいところまで聞いてみたい私が担当するこの全日選伽講座はこれらの悩みに対応できるものになっています。 まず一つ目の特徴はインプット回数です具体的には185回おそらく初級講座としては一番多いインプット回数だと思いますそれによって何ができるかというと丁寧に多くの分野が説明できるんです例えば皆さんが苦手にする企業再編 これ会社法だけで、四回行います。会社法だけで、で、これとは別にまた商業東京で。四回やります。また、イメージが持ちづらい、民事訴訟。十九回の講義を実施します。コンパクトにやるっていう点は、良い,い点もありますが。わかるところ、わかるところ、わかんないところ。で、わかんないところについては、もうちょっと説明聞きたいと。 ってなるんですよね。回数が多いからこそそれが実現できます。具体的な回数についてはこちらに載っている通りです。でちなみにちょっと不動産えこちら民法不動産登記会社商業登記に関してはこちら冒頭の方ではいわゆるメイン論点だけをやります。この四科目については細かいんだけどあんまり多くは出ないけど。 出る論点、ありますよね。そういった細かい論点は。ここ。一番後ろの、ブラッシュアップ編ってところに説明します。主要四科目。やることがいっぱいあります。まずは重要論点だけを先にぐっと詰める。で、その後。最後の最後で。細かいところを詰めていく。そういうスタンスを取っています。 次、過去問を解説する講座がありますこちら、過去問コンプリート講座というものですこの問題、ここでは典型論点はこれこれしっかりできるようにで、この分野でこの足,この足難しいよとといったものをピックアップして説明しますそれにより過去問でつまずかない あ、この問題とこの問題がいるんだなあ、これはやらなくていいんだなあこの難しい話こういう意味だっただなと過去問でつまずかないそれが可能になります特徴の3いわゆる答案練習会答練は年明けから半年間やってきます具体的に言うと年明け1月から3月まで ここまで、生鮮登練実力養成編。2年目の方が、2年目以降の方が受ける登練科目別、範囲指定登練です。これを1月から実施します。そして、4月以降は、午前科目だけ、5科目だけのファイナル編。また、全部をやる公開模試。ある意味、1月からは、もう毎週ずっと登練模試。 これを半年やっていきます。半年のアウトプットにより自分の知識のレベルアップまた演習力がぐんぐん伸びてきます1月からは聖戦レン、4月からはファイナル編その結果演習量を見てくださいこんだけ豊富な演習ができるいろんなレベルアップにつながるはずです 次の特徴です。インプットが年内で終わります。半年間は、こちら、演習、復習、そちらに特化できます。具体的には、年内、1月から3月、4月以降とフェーズを変えています。年内はインプット講座で基礎知識をつけていく。 年明けから3月まで、復習と過去問に専念する。そして7月以降、いわゆる答錬、模試に専念していく。徐々に徐々にレベル感を上げていく、そういう内容になっています。特徴の5、科目ごとに勉強の時間割復習法を細かく指示。 科目ごとにこういったスケジュール表をお見せしますこの科目ではこの、ここではこういうことやって、ここではこういうことやってと,といったようなえ、こちら指示をします。はい。で、この指示だけでなく、こちら、前の科目の復習の指示もします。まあ、ただ単にね、前の科目の復習をしてくれというだけじゃやりません。だから、 どこからどこまでやってくれってことを言います。それを言っただけでやらないの分かってます。なので、二科目目からは、一週間に一回。テストをしてきます。科目によっては、毎回毎回テストをしてます。テストがあれば、勉強するんですよ。ちっちゃいテストをどんどんやっていきます。はい。どのタイミングで何をするかを指示します。そのためなんですが。 今俺何やるべきなんだそういった迷いは起きません次しっかりとした質問体制この全日線おか講座質問体制万全なものを期してます。まあそもそも講義の実施形態について説明します講義の実施形態は渋谷駅前本校でいわゆるライブ生講義を行います でこれ自身を2と3全国レックの本校で同中継しリアルタイムで見れますまた3番ズームでもご自宅でリアルタイムで受講できますでこれとはまた別に通信講座ライブでーったものを通信で配信しています質問についてはこれまず同時クラス同時配信やズームクラスの方 電話で質問できるようにしています講義が終わった後にその講義の内容やその前の回の過去問内容とかそういったことが電話等で相談できるようになってますまた通信のクラスの方その方はこちら電話での質問はできないんですがインターネット上で私に直接質問できるようにしていますこれは上の同時配信クラス Zoom クラスにもついている機能です 今のところ大体質問が来た当日か翌日には９割方質問は回答しています。はい、またこういったこともやっています。相談体制も整っています。１月から当連模試が始まってきます。点数の報告これを任意でお願いしています。 そしてそれに応じてコーチングしています、うん、点数はこれぐらいだけど気にすることはない基本的な問題は取れてるだから今後こういう勉強をしようとか4月以降になった場合一見こことこの科目いいけどこの科目注意してだからこの科目の肘を高めてそういったコーチングもしています 私の全日専門家講座、いろんな特徴があります。二回目の方、三回目の方、多くの方がこれを使ってリベンジしています。今回の動画は以上になります。まだまだお話したい点、いろいろあります。ぜひ講義なりガイダンスにいらしてください。いろんなことをお話ししゃうと思います。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。